こんにちは。寒こんにちは。寝起きですね寝起きですね。みんな今お昼休みとかかな。なんか多分夢見てたんですけど、今日はちゃんとベッドで眠った。夢見てたんだけど、なんで眠ったんだろうっていう感じです寝るのはまあ基本的には4時5時6時とか。昨日はなんか実家沖縄から帰ってきて、なんか洗濯物がめちゃめちゃ溜まってたので、洗濯2回回してなんか部屋とか片付けて、なんかご飯とか食べてたりしたら、なんか時間が経っていたので、ちょっと寝るのが5時くらい。になったんですけど。っていう感じですかね。今どきの5時？まだ暗いよ全然。6時くらいになったらさ、明るいけど、暗いですよ結構ね。てか最近さ、なんか吹き出物ができた。ニキビとかじゃなくてさ、見てここ分かりますか、もう最悪なんだけど。いや私が悪い、私が悪いんですけど、この吹き出物は確実に私が悪い。いて、やだ、なんかニキビじゃないんだよなこれ。
対最近ソファーでメイク落とさないで寝てるからこう出ました。ショック。踏みじってない。だから昨日久しぶりに薬塗って寝ました。薬塗って寝たからさ、昨日久しぶりになんか他のここじゃなくて他のところはなんかすごいなんかツルピカリンなんですけど、そうメイク落とさないで寝ちゃうんだよね、ここのソファーで。まあしょうがない、私が悪いダーマン、ダーマンおもろかったよ。ダーマン面白かったですよ。とてとも とても面白かったよ。あ、ねえ、ジュンフナさんさ、今さ、スクショする時間とかありますか？この前、タワー立ててもらって、まだあれかけてないから書きたいんですけど、時間あるかな？超寝起きで申し訳ないけど超寝起き超絶寝起きで申し訳ないですけど、ある？よかった、書きます。いつだったっけ、金曜日？木曜日か。ちょっと時間が経ってしまった。17日ですね。さすがにリップくらい塗ろう。いただいたリップを塗ってみよう。ああ、何の夢見てたか思い出した。ショールームして終わった終わる3秒前くらいにタワーが立った夢を見ましたどんな夢って感じよね。ショールーム終わる3秒前にタワーが立ってた。マットな感じだ。リップですね。ちょっと寒いから暖房つけよう。
にしようとしたっけ。あ、そうだ、ちょっとね、寝起きだからぼーっとしちゃいますね、ごめんね。みんな今お昼休憩時間なの？こんにちは。やばい、沖縄の地図描いたけど、なんかただのなんかミジンコとかにしか見えないけど許して。時間管理は自分次第って感じやってる。あー、お仕事すごいいいね。いいのか、いいのかな。2022年1月17日と書けた。やばい、ちょっとミジンコみたいになった。沖縄がでんでんでん。ジュンフナさん、沖縄イベント無事にロケも終わり、残すは放送だけです。イベントでいっぱい応援していただくださったおかげですごく楽しかったです。本当にありがとうございました。タワーありがとう。ちょっと遅くなってごめんなさい。あれ、これなんか汚いミジンコみたいなやつとともにあ、一応沖縄です。一応沖縄なんですけど、まあ、汚いミジンコみたいになってます。ということでありがとうございました。ふふじゃねえ最近なんか鼻で笑っちゃう、すごく。あ、2月か、ごめんなさい、ちょっと間違えました。失礼失礼。
ていうことで、昼休みさ、皆さん何食べるんですか？なんか皆さんのさ、会社の近くにさ、やっぱ昼休みだからお弁当いっぱい売ってたりとかあるんですかね。美味しいお弁当屋さんとか、あるの？もうお昼に弁当って言ったらもう高校くらいしかないな。お昼にお弁当文化が何にない。ソイジョイ食べながらキーボード叩いてる。めちゃめちゃなんかキャリアウーマンじゃなくてなんだっけ、すごいね。コンビニ弁当、まあコンビニのなるんかな。コンビニの人が多いんですかね。今帰宅したら冷えたケンタッキーか。ケンタッキーは美味しいのか？このケンタッキーあんまり食べたことないから分かんないけど、あ、私オリジン弁当食べたことないかも。あんのかな、なんか現場の弁当とかであるのかな。だ、絶対自分で買ったことはないかも。オリジンってでもさ、美味しそうですよね。いや、食べたことはあんのかな、自分で買ったことがないだけかな。オリジン、でもホットモットとかも結構好きだよ。家の近くにホットモットあるけど、一回も使ってないですけど、ホットモットも、のり弁とか。好き。ああ、ホットモットのさ、今あるかわかんないけどさ、結構ちっちゃい時ホットモット食べてたけど、ホットモットの弁当で毎回ホットモット行ったら頼むやつがあったけど、なんだっけな、あるかな今ちょっと見てみよう。でも、ね、沖縄のホットモットってね、ゴーヤー弁当があるんですよ。多分沖縄だけだと思う。え、そんなこと言ったらホットモット食べたくなってくるじゃん。寒いから外出たくないんだけど。え、待って、お腹すいちゃう。ホットモットって安いよな。だってのり弁330円ですよ。安くないですか。うわー、待って、うまそう。おいしそう。マジおいしそう。あ、なくなってる。よく頼んでたやつが、なんかおにぎり弁当みたいなこうにあるやつ、なくなってる。
イトあるじゃん。いや私まだほっかほっか亭じゃなかった。あどうなんだろう、ほっかほっか亭だったんかな。ほっかほっか亭からホットモットになったんだっけ。いつだ、ほっかほっか亭。あれでもほっかほっか亭はまた別であるの店。でもほか弁って言ってた気がする、ちっちゃい時分裂したの。ほか弁、どうなんだろう、わかんない。いつほかホットモットになったんだ、ホットモットになったんだ。いつホットモットになったの。みんなあれだね、多分仕事中なのか、多分作業しながら聞いてるのか、ちょっとあれですね、私の独り言みたいになってる。プレナスで調べて、プレナス、弥生県一緒なんだ、分かんない、分かんない。どうなんだろうね、ほっか亭だったんかな。プレナスの2008年5月15日よりほっかほっか亭から転換だって。2008年ってことは私が6歳、小学校1年生かな。小学校1年生の時にホットモットになったから、だからそうだね、途中まではあれですね、ホットモットじゃなくてほっか亭ですね。ほか弁って言ってたイメージはなんかちょっとあります、ある、ちょっと。ご飯の量少ないの、わかんない。私逆にご飯の量なんか少ないのが好きな人間だから、そうなの。どうなんだろうね、ホットモット、わかんない、覚えてないな。他弁って言ってた記憶あるから、まあちょっとは覚えてんじゃない、ちょっとはね。まずこのおにぎりセット、こればっか食べてた私。多分色で完璧に選んでますね。これ。痛い。多分色が可愛いから、なんかさ、のり弁とかさ、わかんない。当時はさ、もうガキンチョだったからさ、のり弁とかだとさ、あれじゃないですか、あの。揚げ物だし、なんか茶色だからさ、なんか色可愛くないみたいな、色が茶色すぎるとか、なんか多分思ってたんでしょうね、当時の私は。だからこの可愛いこのおにぎり弁当ばっかり頼んでましたね。今思えば絶対のり弁当とか頼んどいた方がいいのにね。でもこのおにぎりセットあるのかな今。メニューになかったけど。
ネット注文とかもできるんだ。でもホットモットのお米って美味しいイメージがあります。すごくなんかいつ食べても美味しい。例えばだから 7,8 時間後とかに食べても美味しいし、出来立てで食べてももちろん美味しいし、ホットモットの白米ってすごい美味しいイメージがあります。社内で揉めてとかある？まあ、あるから別れてんのか。今でもホカ弁は持ち帰り弁当の代名詞だよね。そうだね、弁当屋といえばホットモットかオリジン弁当っていうイメージはありますね。確かに。おかわりますか？確かに大体おかず茶色いな、ホットモットは。そんなこと話してたらさ、すごいホットモット食べたくなってくるやん。なまったし。いやーでもな、めんどくさいな買いに行くの。っていうかきっとまだ多分お腹は空いてないけど、なんかやっぱりこう弁当の話して、こう美味しそうな画像を見てるとそれ食べたくなってくる。それは食べたくなってきますよね。とてもに茶色のものでまずいのってないですよね。なんかある？茶色でまずいの。茶色でまずいのはあまりないな。オリジンは弁当業界でも群を抜いてます。そうなの？オリジン食べたことないな。食べたことない。買いに行ったことはないな。いや、家の近くにそれこそオリジンもあるんですけど、何でもあるが家の近く。便利っちゃ便利だけど、ちょっと歩かないといけないけど。食べたくなってくる。納豆は私別に好きじゃないけど嫌いでもない。たまに本当にたまに食べたくなるくらい。オリジン弁当もちょっとメニュー調べよう。オリジン、うわ、プライムビーフステーキとかめっちゃ美味しそう。カラスガレイのみぞれ煮弁当、美味しそうだね。でもオリジンって沖縄にはない気がする。あー、でも一番人気はタルタルのり弁当なんだね。ホットモットも一番人気のり弁ですよね。なるほどね。まあホットモットの方がなんかわかんない。ホットモットの方が馴染みがあるからなのか、すごいなんか好きかな。野菜炒めいいですね。
確かにオリジンってなんか一回入ったことある、最近入ったことあるけど、なんか何食べようかな、夜ご飯とか思って最近入ったことあるけど、確かになんかおかず多いよね。おかずすごく多いイメージはね結構あります。確かにおかずは多いね。まあでもなんか、あ、後ほどとかほっともっと食べてそう。本当に今はちょっと寝起きなのでお腹空いてないんですけど、またねイベント18時から始まるから、その時に昼何食べたか、全然関係ないの食べてるかもしれないけどね、ほっともっとと全然関係ないの食べてる可能性も大ですけど、またイベントの時にね何食べたよってお話ししたいと思います。ということでこの辺で終わるよ、うん、皆さんも多分お仕事多分戻られる方とかもきっといると思うので、この辺で終わりたいと思います。ランキング読むよ。あ、タイムテーブルは今から更新したいと思います、終わってから。ということでランキング読みます。13位イマノットさん、ありがとうございます。そして18時の次は21時、23時55分から、あの前回と同じですね大体。あ、はい、12位が枝豆さん、ありがとうございます。で11位がデイトの6さん、ありがとうございます。そして10位がひろゆきくん、ありがとうございます。で9位がドリームナタポングさん、ありがとうございます。で8位がひのにゃんまるさん、ありがとうございます。で7位がペングイン青空さん、ありがとうございます。そして6位が MM レースさん、ありがとうございます。そして5位がイーデックさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で3位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がトリオジさん、ありがとうございます。そして1位がチュラさんです、ありがとうございます。ということでね、イベント18時から18時半、21時から21時45分、23時45分から間違えました、23時55分から0時30分40分まで、ま、前回と同じですね。配信回数は変わらず3回の2時間なので、そう前回と変わらずでっていう感じです。まあ、後ほどタイムテーブル更新したいと思います。はい、種投げてくれたら嬉しいですということでまた18時にお会いしましょう。ということでこの辺でお仕事みんな頑張ってね。さよなら、アンディ、バイバーイ。